パート2です。田中先生と、なぜ日本はアメリカとの開戦踏み切ったのか、こんなタイトルでお話しています。パート1では、近衛首相、そして広田外相の背景にアジア主義があった。そして日本の世論としても拡大を続けるその軍部の動きに同調してしまった、そんな側面があったことを習いました。近衛内閣の丸一がなくなった後、3つほど短命内閣が続きますが、この頃の日本ってどんな感じだったんでしょうか。1939、40あたりと思われます。ですね、まずは、近衛文麿がですね、日中戦争解決できずに政権を投げ出します。はい。この人はやっぱ辛くなると投げ出す癖のある人で、もう辞めたい辞めたいってずっと言っていて、でも周りが慰留するっていう形だったんですけど、最終的に、辞めて、平沼騎一郎という枢密院議長が首相になります。ちなみにこの内閣に近衛文麿は副総理兼国務大臣として入閣している上に、近衛文麿丸一内閣の大臣のほとんどが留任してるんで、もう明らかに近衛が投げ出したことは間違いないんですね。要は大臣を全部変えるとかだったら分かりますけど、結局首相が変わっただけみたいなところがあるんですよ。でしかもその近衛が副総理で残るわけですから、明らかに投げ出したことは明確なんですけど、この当時の日本のも外交課題は、三国同盟問題です。分かりやすく言いますと、日独伊防共協定と呼ばれる協定が37年11月に成立してるんですね。日独伊防共協定です。多分受験生の方はご存知だと思うんですが、で、防共っていうのは、反共産って意味なんです。で、要は、ソ連に対して、ソ連の脅威に対して手を組もうっていう外交メッセージなんですね。で、この防共って実はよく誤解されがちなんですけど、イギリスとか蒋介石もこれに入ってほしいなっていう、そういう実はメッセージもある。なんでかっていうと、蒋介石って反共ですから。で、イギリスももう当然反共なので、つまりこれ、日本とかドイツっていう、国際連盟を自ら脱退して、若干世界で爪弾きに、なってる節があるって時に、ドイツは東ヨーロッパに植民地拡大したわけですよね。で、そうすると、後ろからイギリスに攻撃されるのは困るなっていう。ベルサイユ体制違反になりますから、対立することになるんで、防共っていうことを言おうと。で、日本としては、その日中戦争を解決する一つの手段として、中国国民党と中国共産党が連携してるんですよね、当時。第二次国共合作ってやつですけど、これ崩せばうまくいくなっていう。で、そうするとやっぱり防共という。で、それにイタリアが加わって日独伊防共協定37年11月になってるんですけど、これを三国同盟化する。で、今日のお話のポイントの、もう一つかなり大きい話になるんですけど、三国同盟にするってことは、これイギリスに喧嘩売るってことなんです。よく三国同盟って、結局40年9月に締結されて、あれでアメリカがすごい怒ったっていう話がよく受験でも強調されるんですけど、なんであれアメリカが怒るかっていうと、一つは、あれイギリスに対する外交圧力なんです。で、順に説明しますと、38年に入って、ドイツが、オーストリアを併合します。それからチェコのズデーデンもちょっかい出します。で、有名なミュンヘン会談。で、あれは一応その戦争回避につながりましたけど、
当時イギリスですね、ネビル・チェンバレンですか、内閣総理大臣が、かなりやっぱりドイツに対して怒ったというか、まあ、有名な話だと思うんですよ。で、結局そうするとドイツはイギリスとソ連に挟み撃ちになる可能性があるんですよね、うんうんうん、でこの状態だと戦争はできないんですよ、うん、なので日本と同盟を組んで、まあ、つまりいわゆる防共協定を強化するってことですよね。で日本がソ連を後ろから牽制してくれれば、例えば東欧に植民地獲得したとしてもイギリスフランスと対立するだけですよね、うん、ソ連を後ろから日本が牽制してくれますから、まあ、っていうのがまずドイツの意図です。でそれに対してその三国同盟持ちかけられた日本の側はこれは賛成反対に分かれるんです、うん、で賛成するのは陸軍です、はい、理由は明確で、援ルートってご存知ですか。なんか紹介席を応援する助けるための、うんうんうん、はい、援助物資のルートで、これルートがいくつかあるんですよ、うんうん、はい、一つがハノイですね、うん、それから仏印、フランス領インド市なんです、まあ、現在のベトナム、ラオス、カンボジアだと思ってください。それからビルマ、現在のミャンマーです。で非常に、ま、単純化してものを言うと、日本が日中戦争で勝つためにはこの援ルートを絶対に遮断しなきゃいけない。重慶政府でしたっけ。あ、そうです、蒋介石が重慶にいますんで、その重慶に対する援助物資のルートが何本かあるんです、うん、でそうすると仏印を取らなきゃいけないって話になる、うん、ビルマを取らなきゃいけないって話になる、英仏と対立することになるんですよ。でこれ国力的にフランスは、まあ、言い方よくないですけど大したことないので、うんうん、まあ、これはもう第二次世界大戦の時に明らかになっていることだと思うんですけど、うんうん、イギリスなんです。でそうすると日本は日中戦争に勝つことにこだわるとイギリスと対立しなきゃいけないです、うん、イギリスと戦争しなきゃいけないです。でそうするとヨーロッパでイギリスとドイツが対立してるわけですよね。でこれが要は三国同盟っていう話の一番の肝なんです。なるほど。日中戦争に勝つためにはイギリスとの対立がもう不可避であった。そうです、はい、日中戦争を、勝利に持っていくためには援助ルートの遮断、すなわち、はい、当時東南アジアに植民地いっぱい持ってたイギリスとの対決は避けられなかった、はい、で先ほどの1937年11月の防共協定の段階では、はい、イギリスや省に秋波を送っていた日本も、はい、もうこの三国同盟を検討する段階においては秋波どころかそのイギリスおよび省と の全面的なもう対決を企図していたっていうことですね、はい、要はもう蒋介石が和平に応じないまずは、うんですね、うん、徹底抗戦の構えを見せているのと、うんうんうん、要はどうもその日中戦争が長期化している要因が蒋介石を助けるその援ルートにあるぞっていうことは、まあ、衆目一致の事実みたいな感じになるんで、うんうんうん、ここがポイントなんですけど、日中戦争に勝利したいならばなんです、うん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 、いや別に普通に和睦すればいいんですけど、日中戦争の勝利にこだわるとイギリスをこれ何とかしなきゃいけない。だから今日この今回のシリーズの一番最初で日中戦争の勝利にこだわったことが結局あの日米開戦の最大の要因であったっていうふうに先生おっしゃったのは、はい、そういうことなんですね。で、まあ、結論までしゃべると、うん、イギリスがもし、うん、例えば日独に屈服する事態になると、うん、これヨーロッパがそれこそドイツとソ連で勢力圏が二分されるって話になるわけですよね。これはアメリカにとっては悪夢以外の何者でもないんですよ、うんうん、なのでアメリカはイギリスをやっぱり全力で支援するんですよ。でここでアメリカが出てくるんです、うん、なんでお前はイギリスに圧力をかけるんだっていう文脈なんですよ。で日本からするとアメリカと対立するつもりはないんです。ない。例えば、うん、近衛文麿なんかもないんです、うん、なんだけど
イギリスを殴ったためにお友達のアメリカが出てくるみたいな、まあ、そういう理解ですね。だからこれがよく言われるアジア太平洋戦争って本来は日英戦争だったはずなんだけど日米戦争になった。なるほど。でここでもうお分かりいただけると思うんですけど、今度は第二次世界大戦っていうヨーロッパでの戦争っていうのが実はアジア太平洋戦争の発生に密接に関わっている、うんうん、だからあの日本史選択者の皆さんもあんまりなんかヨーロッパで起こっててこれ日本にそんな関係ないちゃうかと思う第二次世界大戦をある程度きちんとポーランド侵攻して例えば戦争が始まったとかっていうのを勉強する一つの要因なんです。ってことはあの恩大光さんからの質問なんですけど、1940年に日本が英国に宣戦布告していたらどうなったでしょうかっていう、はい、そしてあの北進してソ連を攻撃していればどうなったでしょうか。どうでしょうか。1940年の段階で日本が英国につまり米国でなくですね英国に宣戦布告していたら、はいはいはい、そして、北進してソ連を攻めていってドイツと攻撃していたら、まあ、仮定の話ですけどなんかそういう質問が来ていますね。とないと思います。というのは、うん、ソ連を日独で攻撃するっていうことに関して魅力をお感じいただくのは分かるんですが、それは、うん40年の少なくともそうですね、まあ、8月ぐらいまでですかねっていうかにやらなきゃいけないですね。というのはもうまあ、ヨーロッパでは始まってますね戦争は。ヨーロッパで戦争始まってて、うん、40年6月に、まあ、パリが陥落します。そうですね。この直後に始めないともうきついですね。というのは冬になりますから、うんうんうん、あの冬になったら日本側は攻撃できないですよ。てかちなみにあの41年の12月にアジア太平洋戦争が始まったのはあれソ連が攻撃できないからなんですよ。冬で要はドイツと戦うしかないでしょっていうところで南に向かってるんで、40年まず6月にフランス降伏させてその後あれですよね、英仏連合軍をヨーロッパ大陸から排除する、そこまでは絶対、うん、ドイツはあのソ連を攻撃することはないですから、うん、そうすると40年、まあ、8月ぐらいになると思うんですけど、で40年8月から多分ソ連攻撃しても、まあ、あの冬までに決着はつかないんで、うん、結果は一緒だったんじゃないかっていう気はしますけどね、うん、だからどうでしょうね、まあ、イギリスに宣戦布告したらアメリカが出てくることも自明だと思うので、はあ、ことはよく言われるトロジーになっちゃうんじゃないかな。よく言われるあのアメリカとやらずにイギリスとオランダとだけやればよかったんじゃないかという、これもナンセンスはナンセンスでしょうか。この質問それはもうナンセンスです。あの英米不可分か英米可分かで、それは、うん、あのコノエ・フミマロと発想が一緒です。あ、はい、あコノエ・フミマロはひょっとしたらアメリカのけてイギリスとオランダとだけだったら俺たちも勝てるんじゃないかと思ってた節があるんでしょうか、近衛さんも。あ、そうですよ。あのじゃあ有名なエピソードが一つありますけど、うんうん、41年の夏に南部仏印進駐って近衛文麿丸三内閣がやると思うんです、まあ、はい、後でもう少し丁寧にお話すると思うんですけど、それを決めた直後に近衛文麿が重原喜重郎と会ってるんですよ、うん、憲政会民政党内閣の外務大臣で、まあ、20年代のワシントン体制の成立それから維持に尽力した重原喜重郎に、まあ、なんて言うんでしょう、この絵の得意な話です。あのこの絵って話聞くの得意なんですよ、うんうん、で重原に、まあ、なんて言うんでしょうね、その外交に関していろいろ教えてくれみたいな感じで話を聞きに行った時に、南部仏印進駐をやるんだ、もう決まったんだみたいなことを重原に話してるんですよ。そしたらこれ有名な話なんですけど、重原が顔が真っ青になって、それはアメリカとの戦争になるから今からでも止められないのか、それを言われてこの絵は顔が真っ青になったっていう。うーん、南部仏印進駐ってあくまでフランスですよね。そうです。でサイゴンまで取りますから、うん、次はシンガポールっていう発想になるんですよ、うんうん、でもちろんその南部仏印を起点に
ビルマを取る、うんうん、でそれが炎症ルートの遮断につながるわけですよね、うんうん、でこれイギリスと対立することになる、うん、でシンガポール取ると次はオランダ領東インドなんですよ、うん、でオランダ領東インド、ここを本国降伏してますから、あのソ連ヒットラーにやられて降伏してますんで、ドイツにやられて降伏してますから、うん、その南部仏印進駐っていうのがイギリスとかオランダに明らかに喧嘩を売る行為けど、それをこの映画やるのは、いやイギリスに喧嘩を売ってもアメリカとは戦争にならないでしょっていう認識なんですよ。ところが今のシデハラの顔が真っ青になって、それではアメリカと戦争になりますよっていうのは、イギリスと対立してイギリスに喧嘩を売ったらアメリカが出てきますよっていう意味なんです。英米は不可分なんです。それはシデハラには分かってたってことですね。それはシデハラは分かってるんです、うん、でなんでかっていうと、それはヨーロッパの情勢を見れば当然なんです。だからそのヨーロッパの情勢に関する認識が、まあ陸軍もそうですけど、この絵も薄いんですよ。ヨーロッパをしっかり見ていなかった、うん、あまりきちんと情勢を確認はしてないですね。でこれ有名な話なんですけど、その先ほど話を戻して三国同盟問題っていうのに、うん、平沼騎一郎とか海軍が反対してるんですよ。ああ、平沼さんが反対ですか。はい、なんでかっていうと、アメリカと戦争になるから。あ、平沼さんはアメリカとの戦争に反対ですか。あ、なんかあの平沼騎一郎っていう人も、あの人面白い人ですけど、うん、あの人はあの、はい、面白い人ですけど、あの人は頑張ってそうだけどね、戦争行くぞみたいに。違うんだ、あの人はですね、なんて言うんでしょうね、全体主義者ではないですよ。ない、うん、うん、あの人はその反共産なんですよ、もう。ああ、なるほど、うん、はい、でそれが一番彼の、いわゆる彼はまあ天皇制の維持とか、まあ、やっぱりそういう方面の思想が重視なので、うん、あの彼ちなみにあの統制経済にも反対ですからね。ああ、なるほど、うん、あの大政翼賛会を最後あの国事結社でしたっけ、あの公事結社か、あの政党じゃないって言ったのも平沼ですから、うん、はい、あの彼はあの統制経済とかそういうのに反対だし、だからあの右翼に親英米派だって言って襲撃されて重傷を負ってますから。ああ、そうだ、そう、はい、そうです。そうです。はい。どうだ、平沼さんって案外今見直してもいい政治家かな、ひょっとして。あ、平沼騎一郎って実はあの、うん、研究がほとんど進んでない、まあでしょうね、あの分野というか人物の一人で、まあ、要は研究進めなきゃいけないのにっていう話なんですけど、まあ、これはちょっと最近頑張って読みました、うん、平沼騎一郎っていう本があるんです。ああ、本当だ、平沼騎一郎と、はい、騎一郎と近代日本っていう、うん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 、はい、萩原篤さんですね、うん、京都大学の大学院出られて、確かどこかに就職、琉球大学だったかに就職された気がするんですけど、あのその方のちょっともうこれ学術論文になっちゃうんですけど、学術論文しかないんですよ、あの平沼については。平沼についてはあの、うん、例えばなんだろう、新書とかであるとね、皆さんも読みやす、僕も皆さんも読みやすいと思うんですけど、うん、ないんで困ったなって感じなんですけど、そうですね、琉球大ですね、で今就職されて、うん、あの研究されてるんで、まあ、そのうち多分この方が平沼の研究については彼があのこの方が一番やられてる方なんで、あのそのうち研究論文が多分論文だけじゃなくて一般書も出ると思うんですけど、そうか、だからあの大学事件なんかでも平沼さんの名前が出てくるわけなんですね。あ、もう大学事件はもう当然平沼はもうあのなんて言うんでしょう、彼としてはもう当然です、高徳修正なんか絶対許せんって感じでしょうね。でそのあのイギリスとだけ戦争してアメリカは怒らせないようにしようというのは、まあ近衛さんもそう思ってたかもしれないけど、割と浅はかなというか、当時ですでにありえない、それはシデハラさんの近衛さんに対する反応を見ても分かるじゃないかってことですね。だからその、まあ、先ほどのリスナーの方の質問で多分あるんだと思うんですけど、うん、イギリスとだけ戦争するっていうのは、まあ
厳しいと思いますけどね、個人的には。ってことは、パレンパンの油田だけ取りに行くのも厳しいってことですね。厳しいですね。はい。アメリカさんには怒らないでねとか、アメリカさんには僕何もしないつもりだから、許してねとかって、それは無理だったってことね、うん、俺の子分やるんだったら、もう俺とやるってことだよなっていうふうに、アメリカが出てくるってことなんですね、まあ言えば。であとは、まあ、これは僕が勝手に思ってることなんですけど、うん、まあ、ダメですよね、東南アジアで出たら。だってフィリピンあるんですよ。アメリカって自分が攻撃されることには非常に敏感な国ですから、僕はなんていうんですか、まあ、そのアメリカの観点からしたって時に、うわ、こいつ南部仏印まで取りやがったみたいな、海挟んで東側に、まあ、フィリピンなわけですよね、うん、僕がアメリカ大統領だったらやっぱ怒りますよ、うんうん、あ、でもその辺ですでにもう半分宣戦布告かなみたいに思っちゃうってことですね。まあ、だから鉄は止め、石油は止めって経済制裁、ね、まあ、この後丁寧にちょっと話しますけど、で、ね、うん、で話を三国同盟問題に戻しますと、その防共協定を三国同盟にするかどうかで国内が揉めてて、ちなみにそれでこの絵はもう嫌になって投げ出すんです、うん、で平沼が出てくるんです、うん、でその時に何が起こったかというと、土門藩事件が起こるんです。ああ、そうですね、うん、で日本とソ連が春羽川ですよね、土門藩の国境線、まあ国境紛争はもともとあったところなんで、まあ紛争は起こってもおかしくないんですけど、その最中にドイツが不可侵条約結ぶんですよ、ソ連と。いや、だからバカ野郎じゃないですか。だってもうその、うんうん、三国同盟にするかしないか話し合って、でこっちがソ連と対立してる時に、わ、なんで不可侵条約なんか、まあ、でこの不可侵条約きっかけに第二次世界大戦が始まるわけですけど、これでもう日独関係は悪化ですよね。もう最悪ですよ。あの時三国同盟の日本に、はい、不可侵条約結ぶからよろしくみたいなのは内々にはなかったんですか。もう全然ないです。寝耳に水全くないです、はい、だから欧州情勢は複雑回帰なんです。なるへそ、はい、うん、はい、でもそんなこと、そんな不義理をしてくる相手と三国同盟結ぶんだ、はい、こんなことするんだったらもうあなた信頼できませんっていうふうにさ、パチッとさ切っちゃえばいいのに、その国と1年ほど経ったら三国同盟結んじゃうんだ。いや、ですね、先生も、なんていうんですかね、喋る側としてはもう気持ちよく喋ります。最高です。うん、そこがポイントなんです。もう一つのポイントなんです。うん、というのは、第二次世界大戦が始まります。欧州戦線が始まって、約、うん、半年経った40年に入って春ですね、うん、ドイツ側が、まあ、有名な話ですよね、中立国ベルギーなどを経由してフランスに猛然と攻め込みます、うん、オランダがドイツの支配下に入ります、うん、本国降伏します、うん、それから花の都パリも陥落してフランスもドイツの支配下に入ります。これが日本にとっては、うん、チャンスでもあり焦りにもなる、うん、というのはフランス本国が降伏したってことはフランス領インドシナはドイツのものになる可能性ある。そうだね、うん、これ第一次世界大戦の結果見ればそうなんですよ。第一次世界大戦のベルサイユ条約で敗戦国ドイツは海外植民地すべて失ってるんです。ってことはまあ、このノリで言うとフランスはもう海外植民地は全て失う。で、イギリスもこれ負ける可能性が濃厚になってきてる。まあこれアメリカが支援しなかったらイギリス負けてますから確実に。そうすると東南アジアにあるイギリスの植民地、オランダ領東インドとかシンガポールとかも含めて全てドイツのものになる。うん、となると、いやこれ困るんですよ。日本はね。というのは資源を獲得するという目的でも困るし、だいたいドイツとの関係はそんなに良くないですから。ドイツの勝利が日本を焦らせた。で三国同盟結ぶときにお前東南アジアにはちょっかい出すなよっていうのが日本の外務省が少なくとも一番やりたいこと。へー。というかそのいわゆる勢力圏の確定みたいなことをしてるんですよ。じゃあ仲良しグループでは全然ないなかったね。はい、ないですね。だからもういつ自分のところの利権取りに来られるか分かんないから、まあ
だから仲良くしとこかみたいな。はい、あんで、じゃあこれが日本側の立場ですよね。うん、次はじゃあドイツがなんで日独三国同盟なんだって今度話になるじゃないですか。うん、ドイツはもうソ連と戦争すること考えてる。うん、バトルオブ1940年10月の段階でバトルオブブリテンがうまくいかないと、うん、でソ連があの北ヨーロッパの方にいろいろちょっかい出して勢力拡大してるんですよ、うん、でこれがドイツからすると気味が悪い、うん、だから日本と同盟を組んでソ連を挟み撃ちにしようっていうのがヒットラーの読みです。でこれが笑い話で、笑い話っていうのは何かっていうと、日独伊三国同盟といえば松岡洋介なんです、うん、外務大臣です、うん、松岡洋介何考えてたかっていうと、三国同盟を組んだ後にソ連と提携して四国同盟化まで考えてるんです、うん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 、でなんでそれが可能かっていうと、ソ連とドイツは不可侵条約結んでるので、うん、そこをドイツに仲介してもらえば日本はソ連とも関係を構築できるだろうっていう読みなんですけど、もうこれ破綻してるの分かりますよね、うん、なんでかというとドイツはそんな仲介は絶対しないですよね。なんでかというとだってもう攻めていくつもり、そう独ソ戦やるつもりなんですから、うん、いやだからもうここで分かると思うんですけど、日独伊三国同盟はあのお互いにもお互いを利用しようっていう、もう本当に都合のいい同盟の力です、うんうん、はい、でここを本当に理解していない方は非常に多くて、いや僕も初めてですよ今この話を聞いたのは、はい、日本とドイツで手を組んでイギリスやアメリカをやっつけられたんじゃないかみたいなことを結構言う、そう思ってた、そう思ってた、うん、アングロサクソンに対してね、その日本とドイツのナショナリズムで果敢に戦って敗れたみたいな果敢に戦った、だから残念な言い方しますけどないです、じゃなくてありえない、もう日本はドイツがこのまま戦争が終わった場合、東南アジアに来られるのが、ある意味嫌で迷惑だったから、はい、釘刺しとかなきゃいけないし、でドイツはというと、はい、ソ連と将来近い将来戦争やろうと思ってるわけだから、やっぱり、はい、その向こうの日本と組んどいた方がいいなという完全にプラグマティックな考えで、どっちも、はい、であって、でなのに松岡外相はっていうと、ソ連とドイツと日本と、全部組んだらアメリカに対抗できるんじゃないかっていう、全くの無双だよね。はい、だからまあ三国同盟に何かを期待するのであれば、うん、まあよくその歴史小説とかであると思うんですけど、うん、まあ、相当きちんと当時のヨーロッパの情勢とか分かってないと、なんて言うんでしょう、読んでも僕個人的には面白くないなみたいな感じにはなってしまいますね。そうだね、それで見たらもう唖然としちゃうよね。そうですよ、よくよく考えると。で僕はこの話は予備校で必ずすることにしてるんですけど、うん、結構生徒さんなんかも、あ、そうなんですねみたいな感じのやっぱり反応になりますよね、うん、はい、そうか。だったらあの時の1940年9月の三国同盟といい、はい、その翌年41年4月の日ソ中立条約といい、はい、トンチンカンもいいとこだったってことですね。だからこれじゃあ次は日ソ中立条約なんですけど、41年4月ですよ ね、松岡の意図はいいと思うんですよ、少なくとも四国同盟、うん、まあ、ちなみに松岡は、うん、これモスクワに行く前にベルリン行ってるんですけど、うんうんうん、彼知ってますよ、独ソの関係が悪化してんの、うん、いやで、うん、おかしいわけじゃないですか、そうすると、うん、条約結ぶこと自体が、うん、でけど彼それ知ってて条約結んでくるんですよ。なんか松岡大歓迎されてるよね、ベルリンで。はい、なんかまあなんか何なんでしょうね、よくわかりませんけど、まあ同意されてるかもしれないけど、ナチスの頃だから。 で、はい、でも知っててなんでじゃあ日ソ中立なんかやめようって
言わなかった、そのままのこのモスクワまで行っちゃったんですかね。あの、近衛は政治基盤がないので、彼の、あの近衛、あの、あ、ごめんなさい、松岡ですね、松岡は政治基盤がないんです。で、彼に唯一あるのは実績なんです。例えば、国際連盟脱退してきたよねとか、三国同盟結んできたよねという、うんうんうん。で、彼はその外交実績で陸軍と対等にものを言うっていう人なんですよ。うん、で、なので彼、外交交渉で失敗したら立場なくなる、うん。いや、だから彼はもう今更後に引けないんです。日ソ中だ、まあ、ソ連と条約結んでくるって言って日本立って、でベルリン行って、どうもその独ソ関係悪化してるぞみたいな、だからドイツが日本とソ連の間の条約を締結仲介してくれるなんてこともないなみたいな、分かっててモスクワ行って、じゃあ先生、そしたらじゃあなんで日ソ中立条約が成立したんですかって今度話になるじゃないですか。いや、ソ連側が困るからです。ドイツから攻撃受けたときに、今度後ろから日本に攻撃された、これソ連きついですから、うん、だからもう日ソ中立条約も、まあ、いいように利用されてるんですよ、日本側実は。三国同盟も日ソ中立条約もドイツやソ連にとっては非常に日本をあの出しにした都合のいい条約だった。そうですよ、はい、だからもうここで分かると思うんですけど、やっぱり外交がかなりまずいですよ。グダグダじゃないですか、ここで日本の外交。そうです、そうです、結構。で、ただ、日ソ中立条約結ぶと、陸軍はなんていうかっていうと、これで南に行けるぞって話になる、うん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 。で、三国同盟をしたときに、仏印の北を取ってるので、うん、次は南ってことになるんですよね。うんうん、で、ただ、南を取るとこれまずいのは明らかで、何かっていうと、北部仏印を40年の9月かな、三国同盟と一緒に取った時にアメリカが鉄の輸出止めてるんですよ、うん、あのこれも受験生の方はよく知ってると思うんですけど、対日経済制裁、あのクズ鉄鉄鋼の輸出禁止とかって言って、まあ、よく言われる話なんですけど、これ警告なんですよ、うん、次は石油だよって、うんうん、これ現在もそうですよ。例えばあの、まあ、あの北朝鮮という国がいろいろな、例えば国際的に波紋を呼ぶような行動を取るときに、安全保障、国際連合の安全保障理事会、経済制裁しますよね。石油止めたりしたときもあったと思うんですけど、あのとき自分の周り結構ざわついたんですよ。というのは、石油止めたってことは次は戦争みたいな。で、それなんでかっていうと、あのアジア太平洋戦争がそうなんです。そうだね。はい、なんかこっそり中国が北朝鮮に石油は売ってるぞみたいな話が、いやなんかそういう話はありますけどね、まあ、それは本当なのかっていう話がありますが、まあちょっと僕はあんまりそういう方面は疎いんであれですけど。ってことは、当時の日本の指導者も、北部仏印進駐の時に対日経済制裁やられたってことは、はい、次南部行ったら石油やられそうかなぐらいは思わなかったんでしょうか。思ったでしょうね。いや、それとも、ゆくゆくはパレンパンに行くから、もうアメリカにやられたっていいぐらいに思ってたんでしょうか。いや、思ってないと思います。石油が止められるなんて思ってない。うんうんうん、で、それは英米過分、要はイギリスとアメリカは別物だと、うん。で、ところがいざやってみたら、止められたんですよ、石油の輸出を。そうです。41年8月かな、うん、そうです。対日石油の輸出禁止、それから在日日本人の資産凍結、これで日中戦争の負けは決定です。なんでかというと、当時、アラブ中東では石油がまだ発見されてませんので、うん、最大の石油産出国はアメリカ、うん、次がラインです。うん、で、日本はアメリカから石油の輸入8割以上してますので、これは多分受験生の方、こういう文脈でやってると思います。1930年代前半に
高橋財政という高橋是清大蔵大臣のもとで、昭和恐慌から脱出するために、まあいろんなこう経済政策が行われる中で重工業が発展してるんですよ、うんうん、軍需産業にお金を投入しますんで、でその軍需産業に資金を投じた結果として重工業が発展するんですけど、日本って石油とかその鉄鉱石みたいなものが手に入らないので輸入が増えるんです。どこからかってアメリカなんです。で、まあよくこれ笑い話にするんですけど、そのアメリカと戦争するんだよねみたいな、まあ笑い話というか苦笑いというか、もう何と言いますかって感じなんですけど、話を元に戻しますと、41年8月に石油の輸出を止められた時点で石油が2年でなくなります。そうです。ガソリンがなくなるということですし、うん、重油がなくなるということですから、うん、これは飛行機も軍艦も全て飛ばなくなりますんで、2年後がリミットになるんです。だからそうです。悲しい。で、うん、これがもうまず外交交渉を厳しくするんですよね。要はリミットが2年しかない、うん、で2年外交はできないわけですよ要は、うんうん、でそうすると、この後ですね、41年の9月に近衛文麿丸三内閣ですけど、41年10月初頭まで外交交渉をやって、ダメだったら日米開戦だっていう帝国国策遂行要領ってやつですね、はいはい、それを決定するのは石油なんです、うん、でよく言われるんですけど、リスナーの方になんか僕への質問投稿していただいたのをちょっと時間のある時に少しだけ見たんですけど、はい、いつがターニングポイントですか、うん、ここです。41年8月南部仏印進駐に対する対日経済制裁その2、石油の輸出が止められた時点でもう事実上戦争をするか日本側がごめんなさいっていうかのどっちかです。もうそれしかないです、うん、だから、サーハさんで開戦を避けられたのはどの辺だったかというご質問はそこですね。南部仏印進駐をやったことが全てです僕個人的には、うん、だからもしそこから、ごめんなさいって言って撤兵するとか、うん、あるいはそもそもやらないとか、うん、南部へはだったらまだ大丈夫だったかなって感じですか、うん、で結局ごめんなさいはないんです。要はここなんですよ。日中戦争の勝利にこだわってるからごめんなさいはないんです。でそうするとまあ、これ杉山はじめとかの言い分になりますけど、一か八かやってみようってなる。炎症ルートを遮断しよう、でないと、小政権は倒せないと思った途端、うん、アメリカとの海戦がもう道ができちゃったわけだね。そうです。結局そこなんです。だから日中戦争とアジア太平洋戦争は不可分なんです。うん、だからもしそれを不可分にしない方法は、日中戦争の勝利を諦めて中国側と和睦するっていう形。ただそれをやるとなると盧溝橋事件以前に戻るってことなんです。話がちょっとずれますけど、あの時に満州を手放すってことは、はい、そこまで多分春ノートの話されてると思うんですけど、そうチャイナから撤退しろのチャイナに満州国が含まれてるんで、あれは俗説です。事実ではないです、うん、だから春ノートもそうだし、この時点においてもその河北っていうところに行かずに満州だけに撤兵しますだったらまだ許されたかな。あ、というかそうです、中国から撤兵しろは満州国まで戻れってこと。ああ、盧溝橋事件以前に戻れ。それならやれたよね、今の目で言えば。でただこれは東条英機が言ってるんですけど、はい、当時東条英機は近衛文麿丸三内閣の陸軍大臣、うんうんうん、で一番強く海戦を主張した人物ですけど、うんうんうん、ここで引き上げたら国内で暴動起こるだろう、うん、でそれはどうなんでしょうねという。だからは、うん、国内でも戦争したい勢力が軍人だけでなくいたってことでしょうか。いや、
こんだけ散々戦争をやらしといて、ああそういうことか、ここで何も成果なくやめんのかよという、ああまあ、だから日比谷焼き討ち事件的な内乱を想定してるってことなんですけど、僕はこれはあの承諾できないですね。昭和天皇が物言えばなんとかなるでしょう、うん、だって実際ね、あんだけめちゃくちゃ戦争やった後ね、昭和天皇がやめるんだっつったらみんなやめましたからね、うん、だからこれ多分組織防衛です。ああ陸軍の責任論になりますんで、ポジショントークっていうか、うん、あだから陸軍の組織を守るために一か八かだけどやってみるしかない。つまり、うん、あの盧溝橋事件以降の陸軍の中国での行動が間違いではなかったっていうふうにしたいわけですね。そうそうですそうです。それこれで これでこのまますごすご満州に戻ったら、それあれ何やったんやっていう、あの何十万も、うん、あだから英霊に申し訳ないっていうわけか、東条は。だからそうですそうですそうです、うん、だから英霊に申し訳ないと東条英機あたりは、彼は結構やっぱり純粋な側面を持ってるので思ってた部分はないとは言いませんが、おそらく陸軍内部では女はお前今更戦争をやめたら俺たちどうなるんだよっていうのはあったと思います。でそれから、もう少しあの質問がありましたが丁寧に説明をしますが、南部仏印進駐が、まあ、いわゆるアジア太平洋戦争への回帰不能点とかってよく言われるんですけど、これはもうあの研究者の間ではもうそういうふうに言う方が多かったりするんですが、海軍なんですよ。これ以降海軍が南部仏印進駐やったのに対して石油止められた後、海軍が海戦に少なくとも反対することはなくなったんです。それはさっきのエネルギーの観点からでしょうか。あそうです、あの要は石油がなくなれば一番海軍が要は発言力失いますから。でしかもあの海軍が、まあ、これはちょっと226事件とかの話にもなるんですけど、広田後期内閣の時に国策の基準って言って大規模に軍拡してるんですよ、うん、でその時に、まあ、当然陸軍が軍拡を主張するんですね。なんでかというと、うん、陸軍っていうのは基本的に満州事変を取ったのが、まあ、これはあの前の対談の時にお話しさせていただきましたけど、はい、ソ連との総力戦体制の構築っていうのが念頭にあるんで、うん、総力戦体制を構築するためには当然軍拡が必要ってことで、ソ連は軍拡っていうのを主張するんですけど、うんうん、海軍が予算を取るために軍拡を主張しなきゃいけないんですよ。陸軍が軍拡してるときに海軍が軍拡を主張しないとこれ差がついてしまうので、で海軍なんて言ってるかっていうと、俺たちはイギリスやアメリカと戦うために軍拡するんだ、だから予算くれって内閣に言って国策の基準のときに予算獲得してるんですよ、うん、でまあ分かりやすく言えばそれで、ね、大和戦艦大和とか戦艦武蔵とか作っていくんですけど、アメリカやイギリスと戦うために軍拡してんだからお前戦争できるよなって言われたときに海軍ってノーって言えないんです。ちなみに心の中ではできないの分かってるんですよ、うん、だから海軍も組織防衛だから、なんていうかそのイギリスとアメリカ英米と戦いますって言って予算をもらっておいたんだけど、実際に戦えるかって言った場合あの戦えませんってもし言っちゃったらあの予算何だったんだって言われるから、はい、だから、はい、だからなんかもこもこっと自信がありませんとかなんかこんな感じのなんかそうそうですあのだからあのこれこのあのこの絵がぶつくさ言ってるんですけど、うん、海軍大臣は会議の時に何も言わねえぞって言ってるんですよ、うんうん、要はその御前会議とか、うんうん、あの開かれてる時に反対すればいいわけですね、うんうん、海軍の軍人たちが、うんうん、そうできませんって言えばいいんだよね、まあ、あのだから反対しないですよ。なんでかっていうといわゆる予算取ってきたよなみたいな、もごもごもごみたいな、で裏では言ってるんですよ、反対なんだけど海軍として反対とは言えないからこの絵首相頑張ってくれみたいな、それこの絵に言っても無理でしょみたいなところあるんですけど、だ東条陸将ももし及川海将が、ね、きっちりできませんって言ったら自分もあんなに強く言わなかったんだみたいなことをあの裁判で言ってるんですよ。だから あのそうなんですよ、あれは首相になって初めて知ったんですよ、うん、えみたいな感じなんですよ、えマジかよみたいな、うんうんうん、はい、うん、先生ここで、はい、1941年の夏あるいは秋あたりまでの話になってきましたの で、ね、はい、ここからいよいよパート3であのパールハーバーのところにあの、はい、話を持っていきましょう、はい、先生ありがとうございました。はい、はい。